ああいうのの元祖は俺です多分、うん、そうだそうだ。長谷川さんという方の歴史ってやっぱ多い。これはやっぱり唯一の意味と言っていいんじゃないかな、うん、本当に長谷川さん一人だと思います、うん、はい、試写会の、視聴者層、うん、一番高いと思うんですよ。そういう意味ではもうドンピシャの、はいはい、ブッキングでございました。はい、ヒカルと宇治社会へようこそ。始まりました。さあ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 、いろいろ業界の中にも動きがあるね。業界は本当に 2,3 年ごとに大きいこうトレンドというか波が ね今回もまあまあ大きなのが来ました。ありますよね、広告規制っていうんですか、はい、まあまあまあ、うん、まあ、パチンコバスター業界に限った話じゃないんですかね、うん、この10月から一応あステマ規制だっけ。そうですが、ただまあしっくり来ないというか、うん、その見ればわかるでしょうと、うん、まあね、まあなんかでほらハッシュタグで PR つけなきゃダメ、はい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 、いろいろございました。いやそれは確かにつけるよって言われればつけますが、うん、ただつけなくてもわかるものに関してはいいんじゃないですか、ね、いいよね別にね。だってそれはだってみんなそれで飯食ってるわけですから、うん、今だからこうちょっとこう様子見の業界全体が、うん、なんかね、ね、トレンドに入ってて、うん、はい、この後どうなるか数ヶ月後にね、なんかこっちの業界に関しては気がついたらまた誰かったことになってんじゃないかな。もちろんもちろん。だっていつの間にか設定のなん配分の裏公約っていうんですか、そういうのがもう日常になってたじゃない、この2年ぐらい。そう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 、あれって絶対ダメだっちゃう。だから本来僕なんかもあれ一番やりたいことなんですけど、ね、まあ、ある時俺らやってないよね、はい、でまあ、ダメみたいになって、うん、なんだけど、まあ、それを声高にね、声高に言う人が出てきたじゃない2年ぐらい前から。そこがあこんなことやるんだぐらいに思ってたけど、やっぱりどん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 やっぱ強いのを打ち続けると、うん、あ、もうねジャンキーになってって、でバーンってまた終わって、そう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 、またちょっとずつっていう、もう繰り返しですから、ね、この30年間、うん、はい、ということで、はい、前回はリスキー長谷川音帯に登場していただきまして、後半が非常に楽しみや。楽しみよ、はい、ユニバ入ってこっからさ、はい、どうなるんだということで、はい、ね、うん、あとはオキドキゴールドの実践内容にもちょっと、はい、このままだとね、やめれないでしょ、おそらく。で、やめる気配なかったんで、うんうん、続行っすよね。あの感じで、で多分もう引き戻し過ぎてたと思うんですよね、うんうん、前半の決ぐらいで、うんうん、ただ、何思ったか、普通にレバー立ってましたから。ワンチャンあるよ、案件。長谷川案件。長谷川案件。うん。角代だったし、あー、そっち？そっちそっち。もしくは経費。会社の経費。悔しがってたけど、会社の経費、ユニバ経費の可能性ありますね。長谷川さん、正直我々そういうところまで一応見通す、はい、精査しますんで、ね、精査はしますんで、はい、まあ、その辺はちょっと、まあ、この後のそう展開次第だけど、もう演じるなら演じるで演じ切ってくださいよ。自腹の手でお願いします。はい、はい、というわけで、ね、早速 VTR の方を見ていきましょう、はい、VTR スタートです。僕がね、こう言うと今まだ現役なので、ユニバーサル社員の、それこそうちの社員ももしかしたら見てるかもしれないし、なんかそれは違うよって突っ込まれるかもしれませんけど、俺の多分ユニバーサルの中での一番の功績は多分ユニバカを立ち上げたことかなと思っていて、あ、そうなの。でやっぱでもメーカーのお客さんって正直ホールさんなわけですよ。だって機械を買っていただくのはホールさんだから、でもちろんこの機械がたくさん遊戯していただくことによってホールさんも儲かるし、ホールさんも喜ぶし、次の機械の購買につながるっていうのは事実じゃないですか。やっぱりさっき言ったその先にはユーザーがいて、ユーザーの皆さんが楽しんでもらわないとメーカーの繁栄ってないですよ。まあ、繁栄なんて言葉じゃなくていいです、まあ、売り上げでもいいです、うん、なのでなんかファン向けのイベントっていつかやりたいなと思ってた。そうだったんだ。でもなかなか会社のお金を使って直接売り上げにつながらないことって正直難しいわけですよ。そう、そんなことを、まあ、やりたいなと思ってる時にちょうど、初代マドカの発表のタイミングもあったので、じゃあユーザーにお披露目する場と同時に一般の方にも信頼を打ってもらおうみたいな
企画を立ち上げて、ユニバカ第1回のユニバカが立ち上がったんです。ちょっと、はい、あ、3万円目が入りました、ね、ちょうど出ましたけど、はい、ユニバカってユニバカーニマル、はい、アンドサミーフェスティバル、今は一緒になって一緒になってるじゃない、いわゆるユニバカサミーフェスという、そう、うん、横並び で僕実は2024年、はい、おそらく初めて出させてもらうんです。あの、僕も出ます。別にそれはまあ一回経験としてやってみたかったっていうの、はい、ちょっと怖いもの見たさっていうのがあるから、ファンとの集いみたいな、はい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 、どんなもんだろうな。あの、やっぱり すごいですよ。すごい、まあ、やっぱりその写真であると。で、ブースがいっぱいあるんですよ。なんかね、あの夏フェス的な、ミニ夏フェスみたいな、いろんなとこにいろんな人が、会場、ブースが。会場があって。で、それを、まあ、今年次のユニバーサービスどうなるか分かんないですけど、うん、こう、5人とかでチームになって、うんうん、で、それでこう、ローテーションで困っていくみたいな。そんな感じがやっぱ最近多いのかな。もう一つは、ユニバカーニバルのことを、なぜみんな恥ずかしげもなく、はい、ユニバカと、なんか昨日も略すんでしょうか。昨日もツイッターで、はい、だいぶね、はい、あ、だいぶっていうか、あれは塾長が DMM のブログで、はい、僕の名前をちょっと出してくれた、はい、マイホって使う人とは友達になれないって大きい先生が言ってました、うんうん、と昔のね僕が言ってた、今は平気だけど、で昨日ツイッター見たらマイホ死刑みたいなので、サブホありみたいな、なんかその辺で、あのね、うん、言葉として、うん、あの生きてるやつでもうバカになりきった、はい、のは俺ありだと思ってて、うん、その一つがサブホなの、はい、サブのマイホール、うん、要は第2、うん、第3の、もう言わんとしてもそう分かる、うん、だからそれはもう俺サブホありだなって思って、マイホはギリなんだけど、うん、でね、なんでみんなこのユニバカっていうのが平気なんだろうか、うん、だから僕はカーニバルって言ってます、はい、僕一人多分日本でこの業界人の中で一人ユニバカーニバルのことはカーニバルと僕は言ってます。それは伝わらないです。伝わらないです。じゃあユニバカーニバルでいいです。うん、あ、じゃあそっちがいいです。うん、僕もでもやっぱちょっと抵抗ありますよ。あるよね、気持ち悪くない五感が。ユニバカってサミフェスはどうですか。ギリオッケー。サマソニーはどうですか。サマソニーはまあまああり。だその辺がね、多分だから、多分僕分かってんのよ、はい、濁音がダメなのよ。ああ、はいはいはい、バカとかっていうバカみたいなのが嫌なんだよね、はい、だからユニハカだったら俺全然平気なのよ。はい、でもユニバカだともうダメね。ブブブがダメそう、ね、あ、もうダメ、もう、ブブブが気持ち悪い。あれバルブレイブのことさ、ブブブってみんな何なんあれ。だからあれは多分その本当にそれ使ってる人もメーカーも、あの業界の関係者だ、実践のことは足辺の実践って書いてるバカと一緒だから、はいはいはい、うん、実践の線はね、足辺のはね、これあのみんなやりがちなんですけど、うん、あれ実践するの方の、まあ実践するって言えば、うん、もうあのね、うん、その説明してもバカわかんないから許せなくて、ね、まあやっぱり老害って言われてもいい。文字の世界をやっぱ経由してしまうと、そう、そのやっぱそのなんかね、その辺に対してね、だから雑誌屋さんは基本絶対に間違いない。確かに、まあちょっとあと、まあジャンバリとかも大丈夫です、うん、おそらく大丈夫だと思う。やっぱサイト上とかでね、うん、文字のね、仕事も当然彼らもやってますから、うんうんうん、やってますから、うん、ちょ難しいな、うん、まあ僕はだから長くなるからそれをキュッと、うん、じゃあもう、じゃあ最後これで最後お答え確認させてください、うん、ドリカム、まあ、ギリミスチルあり、ハマショあり、大あり、ベガダチと同じぐらい大あり。ベガダチとコゼロクはありなんだよ。ベガダチとコゼロクはありなんだよ。この業界の中の用語として。俺コゼロクダセーと思うけどな。いや、あのそのダサいが行き切ってんのよ。コゼロクって、はい、もうバカじゃん考えたやつ、はい。もうそのバカがひっくり返って神々しささえ感じる。はい、俺はコゼロクを使う。コゼロクは小バカにしながら使う。今後10年ぐらい。本当に。ああ、なるほど。言ってる人たちをね。そう。こういう感じで、ね、コゼロクね。っていう。いや、俺も堂々と使う。コゼロクだぜ、これ。ああ、なるほど。そういうふうに言う。使い方のニュアンスはもう。メガ立ちも最高じゃん。
最初意味わかんなくて聞いた時の衝撃、はい、ストリートファイターですよ、かっけーと思って、うんうん、要はあの現場対戦がベースだからね、あ、そうなんですか、うん、そう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 、はいはい、これいいなと思ってさ、いいな、だユニバカちょっと考えましょう長谷川さん、あ、なるほど、以上です、うん、はい、そうだから今で言うとまあそんなだからサラリーマンの管理職やりながら長谷川ヤングマンをはレギュラーであって、でたまにうちのYouTube のチャンネル出たりとか、まあ、今回みたいにこうジャンバリさんにお呼ばれして出させていただいたりとか、はい、なんで僕あの社員なんでギャラいらないんで、なんかよあのオファーがあったらぜひユニバーサルまで言っていただければ、うん、あのまあまあ喜んで出ます、だけどやっぱ10、ああ来た、はい、合計26本573ゲーム、だからさっき天国転落してから一発目初当たりですね、だから A か B か、ほぼ A だからね、こうなるよね、うん、知ってたんだけど、そういうことだよね、初当たりはまあ飛ばない、飛ぶとこじゃない、うん、ただ僕はこういうあの流れなので今でもプライベートも含めてめっちゃ打つわけですよ、今も楽しいと思って打ってるし、まあ、パチスロで言ったらもう最近ほぼやっぱ、うん、ゴールド一択で、やっぱこれは手前味噌ながら、まあ、メーカーの立場としてもよくできてるし、打ち手としても本当なんていうか捉えどころがないっていうか、腹立つんだけど打っちゃうよねこれね、すぐ機嫌悪くなるじゃん、猫みたいだよ本当、なんだろうな、安定しないっていうか、まあ、安定しないっていうのはある意味ダメなのかもしれませんけど、でもなんかパチスロってそれでいいじゃないですか、なんかさあもうね、おきどきはやっぱりいつももうやっぱり朝一から打ってリセットがかかってる店がいいよねって思いながらも、やっぱ夕方からフラット行ってへこんでる台で爆連させるっていうのもいいよねって思ったりとか、連チャンしたらすぐやめた方がいいよねと思いながらも、連チャンしてやめた台をおばちゃんが打って速攻200以内で引き戻していきなりゴッドモードぶち込むとか、なんかねやっぱドラマがありすぎんだよこの機械、だからすごく初代に近いなと思ってるんですけど、まあ、初代と違うのはやっぱ奇数偶数のあの連の違いが、やっぱそれは正直やっぱ今の規定で釣れなかったので、それがないのがちょっと残念ですけど、これに奇数偶数の概念があったら最高だったよね、でもやっぱりあの金時モードはやっぱようできとる、あれこれはどっちかというとメーカーの人間のなんかポジショントークじゃなくて完全打ち手目線ですけど、金時はやっぱあれ発明だよね、で何が発明かってやっぱ金時の確率が16分の1っていうのがいい、なんでなるほどなるほど、あそこの設定、あ確率さ、あ天国は8分の1で、金時は16分の1っていうね、うん、天井はともに32ですけど、ここはね本当ようできてる、やっぱ妄想を生むよね、あそういうことね、そうね、俺が好きなねユニバマシンはね個人的にでしょ、まあやっぱ一番は初代オキドキですよ、なんだかんだ言って初代オキドキはほんと魂持ってかれたね、あれはオキドキ前のトロピカーナーも結構面白かったですよね、面白かった、やっぱオキドキ愛を語ったら次に好きなのはゴールドなんだけどねって言おうと思ったら本当に、さあ266ゲームさあ連チャン後2スルー目ですね、まあそうだよね、ダメかなまだ、さあ頼むよ、頼まれてくれよ、この編集の仕方は当たるな、やっぱりナイス、やっぱり、うん、3ゲーム目、ね、うん、分かる分かる、やったじゃん、うっ、でこれはいて、いてほしい、まあまだこれが天国とは限らないですけど、まあ一応3ゲーム目ですからね、ちょっと収集つかないんじゃないかな、マジかよ、ああどう、何が起こってんだこれマジで、ありえないな、うわ、いや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 、出らんオキドキって、でもそのパチスロってね、まあうちの会社はもちろんパチスロパチンコ開発してまあ販売するまあメーカーなわけですけど、ヒットシリーズを作るってもちろんまあ当然難しいわけだし、
まあ、結構いろんな、まあ、偶然っていう方が正しいかあるんですけどがあると思うんですけど、トロピカーナっていう台があって、トロピカーナの一番の欠点は、まあ、ボーナスハイビスカスが光った後に、まあ、それをですね目押しをしないとスタートしないっていうところがね、あのまあノーマルタイプと一緒なんですけど、普通のノーマルタイプだったら1回目押ししても次のゲームで揃うじゃないですか、まあリプレイのフラグ立ってなければ。だけどトロピカーナに関しては次揃えていいよっていうタイミング来るまで数ゲーム間揃えられなかったりすることもあるので、どうしても年配の方がそのゲーム性にこうついてこれないというか馴染めないというか分からないというか、トロピカーナって一番最初にロケテストって言って正式販売する前に全国で1軒だけホールに入れて、まあ要はフィールドテストですよね、それっぽく言うと、を行ったんですよ。でそれしかも場所を沖縄でやって、なんでかっていうとうちのオキスローが久々、僕が入社する前に遡らないとオキスローなかったと思うので、その時にやっぱ沖縄の当時の文化、オキスロー文化ってやっぱりこう光ったら店員の方呼ぶとか隣の人に押してもらうっていうのが結構当たり前だったので、目押しを多分するっていう概念が年配の方にあんまなかったんですよね。光ったら押してもらうみたいな。なのでトロピカーナも光ったら押してあげないとスタートしないので、それがまずすごい大変だったのと、その後、まあ、押し順通りに押してもらわなきゃいけないっていうのもなかなか、ナビね、あのロケテストを行った時にやっぱ地域性ってやっぱあるんだなっていうのをすごい感じた。なので時々は、まあ、それを言う、まあ、そのマーケティング情報を渡した上で、まあ、目押しがいらないフラグだったらどこ押してもこう引っ込んでくるっていう、あれが多分時々のそのプログラムがどうとかスランプがどうとかっていうよりもやっぱ7が揃うっていうね。だから今まで、まあ、一応僕も目押しできますけど、まあ、あのボーナス絵柄ぐらいはそれができない人からすると自分でこうして7を揃えられる快感っていうのは多分お気づきにはあったのかな。あ、なるほどね。はい、でその時に口を挟ませて、おはよう、口を挟ませてもらおうかなっていうか。なるほどね、あの深いね。で、まあ、火ついたのがやっぱ東海圏じゃないですか、うんうんうん、でやっぱ中高年の方多くて、うん、でこれアクセル AT という技術なんですよね。アクセル AT って何？アクセル AT、 当たります、勝手に押し、あ、適当に押します、揃います、次のゲームからその AT 始まるっていうのもこれ一個ポイントなんですけど、うん、オキドキ、初代オキドキが出る前とかって、うん、よくよく思い返してもらえると分かると思うんですけど、うん、当たってからその準備状態みたいなのを経由しないと始まらない機会とかって結構多かった。今でも多少あると思うんですけど、うん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 、これそれがないんですよね。ああ、言われりゃそうっすね。そう、これが案外あの当たり前のようにみんなやっちゃってるんですけど、うんうん、これかなり革新的な技術で。やるじゃん長谷川さん。いやだから僕最初ビビりましたもん。やっぱあるようでなかったから。はあ、はあはあ、そうそう、皆さんも多分気づいてないんじゃない、もう自然のことだと思っちゃってたから。そう、でその時にカナちゃんとかいるわけですよ、うん、で歌うわけじゃないですか、恋するタタタタ私バージョンアップ、うん、だこんなオキスロで萌え系大丈夫みたいな、ちょっとそこは不安あったんですけど、うん、なんと文字通り当たるっていう、我が社開発陣完全正しかったみたいな。今やもうオキスロシリーズここに女の子いて歌うの当たり前ですもんね。本当ですね、他社の機会も含めて、うんうんうん、お、来た484 さあ一応連行挟んだりですね。無理だなこれ。ちょっと違うじゃないですか。負けだろ。無理だなこれ。これね、うん、あ、これ。ただスロット触りながら昔話をしに来ただけのおじさんになっちまうこれだと。6枚目です。うわ、いいですね。前半でも出ましたあの物騒芸強行会、うん、まあ、沖光る、なん沖光る何だったっけな、会長違うな、分かんないけど、名誉顧問、やっぱオキスロはスポーツだっていう名言がありまして、はいはいはい、言ってました。やっぱ入れて出すっていうね、うん、だ今これ6枚目ですけど、6枚入れて4枚取れたら勝ちっていう、その爽快感を味わうためにオキスロはあるっていう、まあ、今のところだからスポーツで言ったらまだ助走ですから、まあ、オキスロはスポーツだを体現するためにも無理よ、一発ぶち込みたい。
はい、うん、あなただけっすよ聞こえてるの。お来た、お早いだろ。521 11500余るな。マジ安倉さんすごいっすね。出たよお前今の滑りで6連続化け。マジもうまあいい具合の。いやマジちょっと結構これスルーしたらやめるかやめないか考える時まで来てる、いろいろな意味で、うん、21。いやー厳しいなー。お願い、いや引っかかって。厳しいな、厳しいな。まあ終わったよ、終わった。自分の位置っていうね、また終わった。それこそエクセレントもできねえこれじゃあ。エクセレント、そうなんですよ。一応ジャンバリー見てる方で僕の動画見たことない人いっぱいいると思うんですけど、僕当たった時にエクセレントってやるんですけど、うん、そうできるわけないね、この展開で。セクシーみたいなもん。あれも当時パチンコ番組で、まあ、当時のパチンコ番組ってやっぱ海物語打つことすごい良かったので、うん、で海って、まあ、今いろんな海ありますけど、まあ、当時の海物語は要は13579確変2468が通常じゃないですか。で確変に上がったらエクセレントの当たりだねってことでエクセレントってやってたんですけど、それがなんかだんだんこう当たってる時にやるようになったんですよね。だからそういった意味で言うと演者の人が当たった時にポーズする、例えばおはえもんもそうですし、ああいうのの元祖は俺です、多分。うん、そうだそうだ、合ってますよね多分。奥さん、うん、牛尾さんもそれは異論はないと思うんですけど。その通り。あんのかな異論。ないないない。奥さんもでもおはえもんっていうのは朝だけかのかな。違います。なんかあのピースみたいな、これ裏ピースみたいなやってます。もう知らないなら言わないでください。牛尾さんはなんだろう。ラスクニーとかでも。ラスクニー。はい、ということでおきどきは時間がこれ以上ちょっと突っ込むとってあるのでこれ一旦やめますけど、収録的にはちょっと1時間弱あるのでちょっとパチンコに、やっぱりね、パチンコになると思った、移動したいと思います。でも大木さんと牛尾さんでパチンコとか分かるの？めちゃくちゃ分かります。あるわ、使っためちゃくちゃ分かる。66 最後ユニメも取り忘れないでね。なるほど、そういうこともね。ユニコーン、僕が非常に打ち込んだユニコーンですね。まあ、本来パチンコの島に移ったら、さっきちょっと映してもらいましたけど、今ユニバーサル系のパチンコの新台で言ったらハイスクールフリーとオールスター、これが非常に稼働絶好調中ですけども、さっきやっぱりねお客様だいぶ座っていただいたのでちょっと邪魔かなと思って、個人的によく打ったユニコーンを今打たせてもらってます。やっぱねこのほぼほぼさっきのオキスの流れじゃないですけど、レバブルカスタム入れることによって、あと保留玉変化カスタム入れることによって、保留玉変化してレバブったらほぼ当たりじゃないですか。実はこれオキスロですよ、これも今日。なので一応言っときますけど、いわゆるフルカスタムで僕はやってます。まあ、この1回のこのカスタム機能っていうのが、まあ、その前からカスタムはいくつかありましたけど、完璧にね今のパチンコの流れを作りましたよね。そういった意味で言うとこのやっぱユニコーンは本当出生性能もさることながら、今やっぱりみんなこれをベースにカスタムの考え方どうするかっていうのは議論になりますから、うん、やっぱハイフリーにお客様たくさん座ってくれたら嬉しかったな、うんうんうん、だこの動画が多分上がる頃には今度ギルティークラウンのパチンコが多分世の中に入ってると思うので、その前がハイフリーオールスターで、その前がハーデス狂乱、うん、でその前がヤジキタですね、うん、やっぱうちもヤジキタくらいからパチンコの流れ変わってきて、だいぶまだまだ大手メーカーさんにはあれですけど、ユニバのパチンコもちょっとは認められてきたかなと思って、ヤジキタがね特にやっぱりヒットしたので、ヤジキタに関してはヒットっていうか稼働したが正しいかな、台数はそこまでじゃないですけど、やっぱり長く数字を保ったと言いますか、ホールの方からもご評価いただいたし、パチンコファンからももちろん厳しい声もありますけど、やっぱりバカバカしい演出が良かったとか、そもそも有機機って僕やっぱ一応マーケティングの仕事してるから思うんですけど、悪口を言われてるうちが花というか、本当にダメな機械っていいも悪いも言われないですよね、スルーされるんですよ。でもやっぱりなんかつまんないとかなんだって言われるっていうのは、期待していただいてるからこそ、やっぱりこう期待と違ったから悪口っていうか罵詈雑言が生まれるわけで、多分ライターさんもそうだと思うんですよね。やっぱり動画見てるから悪口が出ると思うので、本当に何も言われない人って数字も上がらないし、いいも悪いも出ないですよ、だって興味ないんだもん。
じゃあパスローはねやっぱりその一機種もたくさんあるしシリーズも、期待していただいてる機会もいっぱいあるし、まあその中で良し悪しはありますけれども、偉そうに言うとトップメーカーの一つかなと思うんですが、パチンコはねまだまだ追っかける立場なので、ちょっとずつちょっとずつ認められてきたんじゃないかなと思っております。だからぜひ沖さんも牛尾さんも、まあ、僕が勝手なイメージで言うとパチスローライターのイメージですけど、ぜひユニバのパチンコも打っていただいて、一つエクセレントの一つもやっていただければ。ラジキさん確かにね面白かったと思いますよ。どうしても5時までに会社戻りたくて3時半完全撤収みたいな感じなんですよ。だからまあ当たったら当たったらそれはしょうがないね、もうあれですけど、ちょっと3時過ぎぐらいにやめても大丈夫ですか？3時過ぎやりたいですよ。前ぶった、目まぶったよ、前ぶったよ、お父さんお父さん今ちょっとやめ時の相談したらレバブったよ。これちゃんと外したことありますか？あ、なに信頼度 98% ですよ。ただ俺これガセったんだよな。その 2% の可能性があるような始まり方。はい、金、おーゴールド、黄金、堀が青だよね。はい、堀変化、なに変化か、紫、弱い、だからもう本当は100分以上だったら、ね、赤、まあ、もう基本的には当たるんです。大丈夫、はい、98% はどうなの、あれ大丈夫、諦めるなよ、大丈夫だよね、めちゃくちゃ弱いけど助けてくれよ俺のことも。赤くなれなんない、素人目には弱く感じるんですが、決戦、良くはないですね、うん、割に良くはないです、ね、大丈夫だとは思いますけれども、うん、いくつか不安なところもあります。あれ、いや、さすがにね、さすがに当たる、赤くなれ、文字色も普通、あれあれ大丈夫だとは思いますけど、うん、大丈夫だとは思いますけど、いや、外したら俺のことですよ、うん、うん、当たる要素ないじゃん、なんとか金しか、うん、あ、大丈夫、あ、これ大丈夫、うん、それでも持つ、信じよう、いいだろう、人の未来は人が作るものだ、からの、からの長谷川さん、からのもうやった、やった、嘘だ、これはいい、いいです、いいです、いや、笑うしかないよね、今のもうこれはマジこれで終わっていいと思う、絶対当たったと思ったし、今、うん、素晴らしい、素晴らしい、でも、激弱だったよね、確かに、いや、でも当たっちゃうんですけどね、で、98番だよ、はい、ふざけんなよ、マジで、まあ、その中でも差はあるんですけど、まあ、まあそうはそうよね、普通は家が取れたじゃないのよ、俺のお金を使って家が取れたじゃない、腹立つね今の、僕もあるんで、あるはい、ということで、最後落ちもついたということでね、パチンコももういいよと言われたので、合計でですね多分ですけど73本入れて回収はゼロで、これワーストじゃね、クソみたいに負けましたけど、ここ、ね、こんなにもあるのが今のパチンコパチスロだとは思うので仕方ないなと思うんですけども、はい、そういう終始でございました。まあお二人にですねこう実践を見られて、まあねどんなコメントいただいてるか分かりませんけれども、僕も放映といいますか配信かを楽しみにしてますのでね、ぜひまたお会いできる日を楽しみにしております。本当どうも今日は最後にですね、僕の後ろにユニバーサルの皆様、ちょっとこんな感じでおきどきの良さを見せられなくてごめんなさい、すいませんでしたということで、またリベンジの機会があったらよろしくお願いします。ありがとうございました。部下が大勢いるわけだもんな。会社を背負ってきちゃってますからね。ねえ、あ、ありがとうございました。長谷川さん。いや最後ちょっとね。いや、いいのを見せてもらいましたよ。ありましたぜ。はい、では、はい、これなんて言うんだっけ、これのこと。レビュー、そう。レビューです。さあ、レビューの方、はい、書き終わりましたか。では私沖光から発表させていただきます、はい、こちらドン、めくれちゃいましたけどめくれましたが、はいはいはい、まあ、いいでしょう、笑い10、はい、トーク17、スター性9、引き4、うん、めくりがこれちょっと間違えました、同世代でございます、はい、もうやっぱね
この同じ世代の人と話したり、こういう映像を見るだけで僕は本当に幸せな気持ちにというか、ああお互い頑張ってきましたよね長谷川さんみたいな、ほっこりほこほこしますんで幸せな気持ちになります。多分ね、はい、でもあの本当試写会の、うん視聴者層は、うん、多分ジャンバリのあらゆる番組の中で一番高いと思うんですよ。高いと視聴者の年齢層が、あ年齢層が、うん、で僕はもちろん、まあね、行く先々でやっぱ見てますっていう人がどんな人かっていうと、大体おっさんおばさんなんですよねそれはいい意味で、ね、いやもちろんいい意味で、いい意味でよ。そうそうそう、それはだから長谷川さんね、よしよしはその僕ねジャンバリ見てる人たちに馴染みないのとおっしゃいましたけど、うんうんうん、この番組逆なんですね。あ逆か、そっかそっかそっか、そういう意味ではもうドンピシャの、はいはい、ブッキングでございました。はい、あポイントは60ポイントでございます、はい、トータルありがとうございます。はい、さあ後ろさん、私がですね、うん、こちら笑い10トーク18スター性15、うん、まあ、引きは多分もうこれ過去ワーストですから、うんうんうん、これはもう0点をつけざるを得んの、はいはいはい、最後レバブル外したところを逆に評価するというのも一緒に考えたんですよ、うんうんうん、そこは甘くないよね。甘くないです、そこまで。そんな、はいはいはい、甘くないです。なるほど、俺も考えたら、うん、でも甘くないよね。甘くない、負けは負け、うんね、はいはい、でやっぱ最後はめくりはキャリア。あキャリアね。で、まあお話を聞いててやっぱ歴史、長谷川さんという方の歴史とやっぱ重い、うん、全然違うよね。これはやっぱりパチンコ、パチスロ、ライターと一口にまあ言っても、うん、やっぱいろんなやっぱ経験してる人がいる中で、例えばもう本当パチンコ、パチスロをただただ打ち続けてる人もいれば、こういうバラエティーに出たりとかいろんな人もいればっていう中で、やっぱりそのメーカーに行って機械を作られて、ね、で一番トップまでなられて、うんうん、これはやっぱり唯一無二と言っていいんじゃないかな、うん、本当に長谷川さん一人だと思います、うん、はい、いうところと、うん、あとまあもう一個は、うん、そうだからリスキー長谷川さんは確かにまあもう出る方のキャリアも長いんですけど、うんうん、現在そのメーカーさんでに軸足を置いてるわけじゃないですか、うんうん、っていう人がやっぱこれだけの引き出しを持って、またお話も上手ですっていうのを見ると、やっぱり僕らもというか僕も負けてられないなと。あなるほどね、いうふうに思いましたね、はいはい、ということで非常に楽しい動画、はい、ありがとうございました。またどっかでお会いすると思うんで、いや、はい、いっぱいやっぱ僕ね共通の知人というか、あユニバカサミフェスを運営しているのが、うん、まあ、エースプロという会社、うんうんうん、僕その社長とも無人の親友で年中一緒に飲み行ってるんですよね。じゃあ会うかもね。そうそうそう、でだからまあ長谷川さんからするとまあ取引先になるでしょうけど、ぜひねそういうこの動画もし見ていらっしゃいましたらですね、また宮崎くんと3人で一緒に飲みに行きましょう。あ僕はあのユニバカーニバル終わったらすぐ帰ります車で行って車でシュッと帰りますので、はい、誘わないでください、はい、というわけで今週はここまでです、はい、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。収支管理アプリ WeMoney 登場。 WeMoney には誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。